皆様こんにちは、れんちゃんちへようこそ。最近かなり暑さが厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、前回、ちょっと前の動画なんですけれども、スポーツジムに通い始める際に必要なアイテムというのを紹介する動画を、作りました。そちらまだ見てないという方は、もしよかったら、そちらの動画も合わせてご覧ください。下の、概要欄の方に動画リンクを載せておきます。で、今回はですね、その中でもトレーニングするときに必要なウェアについてお話をしていきたいと思いますので、皆様よかったらぜひ最後までご視聴ください。ちょっとね、ここにゲストがいるんですけど、この顔置いといて、トレーニングするときにですね、着るものっていうのは基本的にそんなに決まりはないです。なので、全然普段着てるものの、T シャツとか短パンとか、あるものを使っていただければいいんですけれども、トレーニングウェアっていうのは、そのトレーニングするときに特化している機能性というものが、充実している衣類がここ最近は本当に多く出ております。一般的なスポーツ用品のブランド、ナイキとかアディダスとか、そこで揃えるのももちろんいいんですけれども、結構最初からそういったブランドのものに手を出すのはちょっと気が引けるとか、あとどうしてもスポーツ用品のものはちょっと高いので、値段的にまだ自分がそうトレーニングを長く続けられるかもわからないのに、突然高いウェアを買うのはちょっと抵抗があるという方もいらっしゃるかなと思います。で、そこでですね、スポーツ用品のブランドじゃないんですけれども、トレーニングウェアとして結構私がおすすめしているのが2つあります。もちろんこれ以外にもたくさんあるんですけど、ここ最近私が自分でもね、仕事の時とか自分のトレーニングの際に、着用して、実際着心地を気に入っているものになりますので、そちらを皆さんに今回は紹介したいと思います。まず紹介の前にですね、大体のトレーニングウェアの金額の相場というのを軽く説明をさせていただきます。例えばなんですけれども、一般的なみんな知ってるところで言うとナイキなんですけれども、ナイキが個人的には一番金額が高い部類に入ります。それだけにもちろん物もとてもいいんですけれども、だいたいトレーニングウェア揃えるとしたら、トップス T シャツとか T シャツとかタンクトップとかになりますね。で、あとはボトムスといって、短パンとかズボン、女性だったらレギンス、最近男性でもね、レギンス履く方もいらっしゃいますが、そういった下に履くもので、あとは、インナーですね、パンツと、女性の方だったらブラとかブラトップとか、であとは靴下が一通り必要になってくるものじゃないかなと思います。はい、いらっしゃい、すいませんね。で、そこら辺の金額を、軽く調べてみるとですね、大体、代表でナイキとしましょう。ナイキの場合はトップスが大体安くて5000円台から、6500円、高いものだと7000円台のものがあります。結構ね、それが柄とか、あと使われている素材によっても金額が結構変わってきます。で、あとはボトムス、下に履くレギンスの場合ですと、こちらもだいたい6000円から7000円前後ですね。で、ハーフパンツだったら4500円とか5000円台、ちょっと高いと6000円台のものもあるかなといったところです。で、インナー、女性の方スポーツブラですね、ですとこちらも4000円台、だいたい平均で4500円あたりからちょっと高いものだと6000円近いものがあります。こちらね、インナーに関してはフィット感によって金額が変わったりとか、あとこちらも使われている素材によって金額が異なります。最後に、最後じゃないですね、パンツ、下に履くパンツが、だいたいスポーツ用品のメーカーさんで揃えると2,000〜3,000円になります。で、最後に靴下、こちらもメーカーさんのものだと、大体そのナイキとかですと1500円、1600円から、すごい高いものだと3000円とか、でもこちらは1足じゃなくて2、3足セットでとかっていうような販売の仕方になっているものが比較的多いです。で、今、参考にナイキで説明したんですけれども、大体これを全部合わせるとトータルで2万5000円から3万
4,000〜5,000円、ちょっと高いものになると4万円ぐらいになると思います。でもちろんね、あの金額は大体の参考なので、かなりそれより安く抑えられる場合もあるし、まあ、それより高いものも出てきたりします。はい、おかえり。何回帰ってくるんだい君は。で、まあ、ナイキが、スポーツブランドの中では一番金額が結構高めなので、それ以外にも例えばリーボック、アディダス、プーマ、結構ね、いっぱいありますよね。なので、あのそれ以外にナイキ以外のメーカーさんだとちょっとだけ金額が安くなったりしますので、全部同じブランドで揃える必要はないので、まあ、自分に合ったもの、色味だったりとかデザインだったり素材だったり、まあ、あと金額帯とで判断をして選んでもらえたらいいかなと思います。それではここからですね、スポーツブランドじゃないんだけれどもトレーニングウェアに結構ぴったりな服を出してくれているブランドを2つ今回は紹介したいと思います。こちらがこの動画の本題です。1つ目、ユニクロです。ユニクロは本当に何でも揃ってて、意外とねトレーニングウェアのラインナップないんじゃないかと思われがちなんですけれども、結構あります。それでいて、金額がかなり抑えられていて、かといって素材がすごく悪いわけじゃないんですよね。なのでとてもおすすめです。あとおすすめのポイント2つ目としては、サイズ展開がとても豊富です。例えばスポーツ用品の、まあ、スポーツブランド、さっき紹介したようなナイキとかアディダスとかだと結構サイズ展開が狭かったりとか、あと比較的タイトに作られているものが多かったりします。そうすると例えば体格がいい方、男性でも女性でも、あと背がすっごい高い方とかはサイズがないっていうこともあるんですよね。でその点ユニクロは一番小さいサイズだと XS、XXS まであるものもありますし、大きいサイズだと 4L とかまであったりするものもあるので、サイズが豊富なのがユニクロの一番の特徴かなと思います。なので例えばスポーツブランドだと自分のサイズがないっていう方はね、ユニクロでぜひ見てみてください。ユニクロのそのウェアの金額ですね、価格帯参考までに軽くご紹介します。ただこれはですね、現時点で私が調べた範囲なので、今後例えば出てくる商品によっては金額やっぱ変わってくるので、あくまでもちょっと参考にする程度にしておいてくださいね。まずトレーニングに最適なウェアとしてはユニクロのエアリズムシリーズがとてもおすすめです。通気性が抜群なのと、あと速乾性にも優れているので、結構ねこのすっごい暑い環境の中で運動して汗びっしゃりになったとしても結構すぐ乾いてくれるのがとても便利かなと思います。体もねそこまで冷やさずに済むかなと思いますので、ユニクロでトレーニングウェアを探しの場合はエアリズムのシリーズを見てみるといいかと思います。ぜひ見てみてください。でエアリズムはもう T シャツもタンクトップも、ブラトップも、あとパンツ類も、インナーも揃っております。参考までにエアリズムの、T シャツですねが、まあ、半袖の T シャツですとだいたい990円、なので、まあ、1000円切っております。こちらサイズは XS から XL までありますので、あ、3XL までありました、失礼しました。なのでサイズ展開かなり豊富です。で色もですね、ホワイト、ブラック、ブラウン、ライトグリーン、パープルという風に結構色の展開も多いんですよね。なので割と男性の方から女性の方まで自分の好みに合った色を選びいただけるんじゃないかなと思います。で、こちらの T シャツなんですけれども、結構ね丈が長めです。まあお尻まで隠れるかなっていう丈になってますので、あんまりこう自分のシルエット出したくないっていう方なんかは、ね、すごくおすすめです。次にエアリズムのジョガーパンツ、ちょっとね現物がなくて申し訳ないんですけれども、こちら2990円、こちらもですね、ボトムスの中では結構安価に抑えられているかと思います。サイズ展開も XS から 3XL まで、結構大きいサイズまで揃っています。色もねグレー、ブラック、ナチュラル、ナチュラルっていうのは少しベージュっぽい色ですね。あとネイビー、パープルとあります。結構色の展開も豊富。丈としては足首のあたりまであって、足首のところはちょっとキュッと締まったサイズに、デザインになっています。なので例えばレギンスだと足のラインが全部見えちゃうから、ちょっとそれは嫌だなっていう方は、こういったねジョガーパンツ、足首のところだけキュッと締まってるものだと、運動中に裾がヒラヒラして邪魔にならないですし、動きやすいのでいいかと思います。それでいてねシルエットもそんなに出てこないので、結構初心者の方とか自分の体型今自信ないという方はね、試しに履いてみるといいのではないでしょうか。次に
エアリズムコットンブラタンクトップ、こちらはねあのブラカップがついたタンクトップになりますので、インナーをつけずにそれ1枚で着れるというのがとても大きな特徴です。こちらもですね、2290円なので結構安めかなと思います。サイズ展開も XS から4XL まで結構大きいサイズまでありますね。でこちらその中についているブラなんですけれども、そこまで締め付け感が強くないので結構着心地はいいです。でエアリズムなので汗かいても速乾性に優れております。結構ね、私も自分でジムでトレーニングするときはこれ着てること多いですね。1枚で済むので、インナー着てトップス着てっていう風に二重にするとやっぱり汗でちょっと蒸れたりして、例えば肌がちょっと痒くなっちゃったりとかするんですけれども、ブラタンクトップでしたら1枚で済むので結構着やすいです。おすすめです。逆に1枚で、済ませたくない、ちゃんとブラはブラでトップスはトップスでって別々に着たい方は、エアリズムワイヤレスブラというものもあります。こちらはですね、締め付け感がそこまでないブラなので、まあ、運動中あまりねこうギュッと締められるとちょっと苦しくなっちゃうと思うんですけれども、そういう不快感なしに着られるものになっております。こちらも、ワイヤレスブラは2290円なので、ブラタンクトップと金額が同じですね。サイズ展開も XS から 3XL まであります。結構ね本当にユニクロってサイズ展開がかなり広めなので、どんな体型の方にも、合うサイズがあるんですよね。 XS はかなり小さくて、なんなら私 XS じゃちょっとちっちゃく感じるぐらいなので、結構身長低い方とかものすごく細い方でも合いますし、私は本当にものによってはトップスは S だとちょっとぴったりめ、ゆるく着たい場合は M にしてるので、まあ、私に直接合う方はね、ちょっと私の体で参考にしていただければと思います。次にエアリズムシームレスショーツ、こちらちょっと女性ものなんですけれども、まあ、中に履くパンツですね。パンツも普通のパンツだと結構蒸れちゃったりとか、あと生地が普通のパンツでちょっと厚手なので、まあ、レギンス履いた時に映っちゃうとかっていうのがあるんですけれども、このエアリズムシームレスショーツはまずシームレスなので映らないです。白い、レギンスとか白いパンツとかでも全然合わせられます。で、こちらが590円なんですが、結構ねツルツルした素材でして、かなり、ね、履きやすいです。なんか履いてる感じないぐらいすごい軽い履き心地で、これはね私もかなり前から愛用しています。色がライトグレー、ブラック、ピンク、ナチュラル、ベージュ、ブラウンとありまして、サイズも XS から 3XL まで、多分ね 3XL はかなり大きいサイズになると思います。で私がS でも小さいなってちょっと感じる時があるぐらいなので、まあ、ものすごく細身の方ですごいピタッと履きたいという方は S とか XS でもいけると思いますが、平均的には M で皆さんいいんじゃないかなと思います。まあね、試着がちょっとできないので、よくサイズ表を見て確認をしてご購入いただければと思います。こちらのシームレスショーツなんですけれども、ヒップハンガーとジャストウエストっていう、2種類のパターンがありまして、ヒップハンガーはおへそより下です。ちょっと腰履きする感じで、ジャストウエストは、おへそのあたりかおへそよりちょっと上に来るぐらいなので、下っ腹をカバーしたい方はジャストウエストの方がいいですし、そうじゃない方はねヒップハンガーがおすすめです。ちなみに私はヒップハンガーを愛用しています。あんまりお腹のあたり もたもた感じたくないので、すっきり履きたいので私はヒップハンガーにしてますが、まあ、どちらもね結構すっきり履けるかと思います。生地が薄手なんですけれども、決してなんかこうすぐ破けそうとかそういうなんか頼りない感じではなくて、結構しっかりしてます。ガシガシ洗濯して、もう私も毎日毎日ローテーションで履いてるんですけど、全然ね持ちますね。ただ、たまにやっぱ生地がすぐ薄くなってきちゃうとか、あとよれてきちゃうっていう声は聞いたことはあるので、まあ消耗品としてね捉えていただくのがいいかと思います。あとはユニクロ靴下もありまして、ショートソックス、こちら3足組なんですけれども、990円で販売しています。こちらはねサイズ展開が2種類になってて、23センチから25センチっていうものと、24センチから26センチのものの2種類です。こちら女性もので今紹介しています。今ご紹介させていただいたアイテムですね、全部トータルで金額合わせるとだいたい 14,500 円前後になります。さっきナイキの時にね2万
いくらからって言ってたので、それと比べるとだいぶ安く抑えられてますよね。本当にユニクロはね、価格がかなり抑えられるので、これからジムに通おうとかね、これからトレーニングを始めようという方が、まず手始めに揃えるアイテムとしてはものすごくおすすめのブランドです。ぜひお店もね多いので、見てみてください。さっきからすごいチーンってなってると思うんですけど、ごめんなさいね。はなちゃんがかまってコールをしてます。では次に、ご紹介したいおすすめブランド2つ目、こちらがギャップです。ギャップは、アメリカ発祥のブランドなんですけれども、まあ、そのせいもあってサイズ展開がユニクロ同様かなり豊富です。結構大きいサイズがね多いですね。で、まあ、サイズ展開はそのユニクロとかと同じように XS、S、M、L、XL、2XL とかってあるんですけれども、そもそものサイズ基準が大きめになってます。まあ、例えばユニクロで M サイズを着ていても、ギャップだと M だと大きくって S とか XS で大丈夫っていうことに結構なると思いますので、自分の普段着てるサイズよりワンサイズ小さめでいけるっていう感覚で、品物を見ていただくといいかと思います。まあ、ギャップね、全国展開はしてるので、あのお店はあちこちにあるんですけれども、まあ、ユニクロと比べると店舗数は少し少なめなので、まあ、ご自分の、ね、住んでるエリアの近くにもしあればぜひ足を運んでみてください。ギャップはですね、トレーニングウェアの、ラインナップがありまして、ギャップフィットシリーズっていうラインナップがあります。こちらがそのトレーニングウェアに特化したもので、素材も普通の服と違ってちょっとこう伸縮性に富んでいたり、あとはやっぱり速乾性にと優れているものが比較的多いです。なのでギャップでトレーニングウェアを探す際にはギャップフィットって書いてあるシリーズをぜひ見てみてください。今私が着てるこちらの白いタンクトップ、これギャップフィットです。結構ねすごい伸びます。で今私が着てるこちらはですね XS でちょっと緩めな感じですね。 M はもう、一般的な日本のサイズでいうとこの L に近いぐらいと思っていただければと思います。で、こちらのギャップフィットなんですけれども、ちょっとねこれとは違うんですけど、 T シャツちょっと 現物ないんですが、こちらが、価格が3,990円です。なので4,000円ちょっとですね、税込みでになるんですが、こちらがサイズが XXS から L までなんですが、 XXS が、おそらく日本サイズの XS ぐらいですね。で XS が日本とかユニクロのサイズの S サイズみたいな認識でいけば大丈夫かと思います。ちなみに私はギャップフィットのシリーズだと XS がほとんどです。でこちらの T シャツなんですけども、丈がちょっと短めなので、あんまり自分のシルエット出したくないなっていう方にとってはちょっとね丈短いものが多いかもしれません。まあ、これも出てくる商品がその都度変わってくるので、実際お店に見て見ていただくのが一番かと思います。私がお店に見に行った時には結構ねどれも丈が短かったので、ちょっとおへそが出るなっていうようなシルエットになっているものが多かったです。で、次にですね、ギャップフィットスカイハイスタジオフルレングスレギンス、まあ、のレギンスもギャップフィット種類がとても多くて、今ちょっと履いてないんですけど、こちらですね、こちらがギャップフィットのレギンスになります。結構ウエストのところゴムはねしっかりしてるんですよ。そんなにビヨンビヨン伸びないんですけど、ただストレッチ感ものすごくあります。でこの足のところの、ね、生地がすごく柔らかくて伸びもいいですし、でもなんだろう、テロテロした素材ではなくて結構しっかりした素材ですね。ただ履き心地は全然硬くないです。ものすごく履き心地がいいですね。ストレッチ抜群です。こちらのレギンスが4,990円でした。ただ私がこれ買った時はですねセールになってたので、1999円ってセールだったんですね。でギャップって割とセールをよくしてるんですけれども、セールになった時の価格の下げ幅がものすごいです。すごい安くなってるのでびっくりするぐらいなので、とにかく安く抑えたいっていう方はもしかしたらユニクロ行くよりもギャップのセール期間を狙う方がいいかもしれません。でこちらのレギンスも XXS から
L まで。で、私はですねこちら XS です。で、私レギンス類はユニクロだと、ユニクロとか他のスポーツブランドとかで履くときは M サイズなんですね。 S だとちょっと小さくてなんですが、その感覚でギャップで、試着をしたとき M は大きすぎたの で S でも大きかったので XS でした。なので結構ねサイズ基準のギャップは大きいと思ってください。私はこのレギンスしか購入していないんですけれども、他にもショートパンツ、本当に丈の短いショートパンツから膝あたりまであるハーフパンツもありましたし、あとはね長めのズボンもあります。どれもね、サイズ展開は XS もしくは XXS から L まで、でも L がだいたい 2L とかあたりだと思っていただければいいかと思います。で、ギャップでもスポーツブラ販売はあります。で、ね、私が購入しなかった理由はたまたま私がお店行った時になかったんですよね。もう売り切れてたので、売り切れてるっていうことは結構人気なんじゃないかなと思います。で、こちらのスポーツブラに関してはオンラインストアで見てみますと4490円からちょっと金額が上がったり、セール期間中ですと999円まで下がってるものもあったので、これもまたセールに入るとかなり安くなります。あとはそのパンツですね、インナーのパンツなんですけれども、こちらもユニクロ同様シームレスタイプの販売があります。ちょっとこちらもですね、私現物手に入れることできなかったんですが、シームレスなので、例えばこういったね、さっきお見せしたレギンスの下に履いても映らない、安心ですね。こちらが、1290円、ただしこちらもセール対象品だと699円になっているものもオンラインストアにはありましたので、まあ、セール期間狙うとかなり安く手に入るかと思います。最後に靴下、靴下も何種類かあります。スニーカーソックスといって足首あたりまであるものと、あとはアンクルソックスといってくるぶしのところでこうえぐれるように履ける短いタイプのものとあります。で、2足セットだったり3足セットだったりするんですが、スニーカーソックスで1290円、こちらは2足セットのタイプのものでした。で、アンクルソックスは3足セットで1690円、まあ、どちらもねそこそこ安いお値段で販売してるかと思います。ただサイズがワンサイズなので、足が極端に小さいとか極端に大きい方だとちょっと合わないかもしれません。ちょっとそちらだけね、サイズが要注意かと思います。こちらのギャップの製品で全部まとめますと、だいたい合計金額が1万8000円あたりになります。なので、ユニクロと同様、ユニクロよりちょっと高くなるかなぐらいですね。ただ、これもギャップに関しても本当セールの時に行くとこれよりもっと安くなるので、そしたらもユニクロより大幅に安く揃えることができる場合もありますので、ギャップは本当にセールの時が狙い目です。こんな感じで今回はですね、そのトレーニングを始める際にまず揃えたいウェアのおすすめとして、ユニクロとギャップ2種類のブランド紹介させていただきました。ユニクロは紹介するまでもなく結構ご存知な方も多いかと思うんですけれども、ギャップはね本当に私も最近まで、トレーニングウェアのラインナップがあるってことをあんまり分かっていなくって、本当にたまたまお店に行った時にものすごい品揃えの豊富さに驚いたほどでした。ギャップ自体はね私も前から好きなんですけれども、トレーニングウェアもねここまで豊富っていうのはね知れてちょっと良かったなと思います。なので皆さんもねよかったらぜひギャップの店舗、あとはねオンラインストアも見てみていただいて、ぜひ試してみてください。できたらね試着した方がもちろん安心して買えるかと思いますので、ユニクロにしてもギャップにしてもお店が近くにある方はぜひお店に足を運んで実際に試着をしていただければと思います。ただトレーニングウェアは結構消耗品なので、1枚2枚ではなくね結構ガサッとまとめて買うことをおすすめしますので、どうせだったらね安くバッといっぱい買ってみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もし、他にも、知りたいなと思うものや紹介してほしいブランドなどとか調べてほしいブランドなどありましたらぜひコメントで教えてください。私もねまだまだ知らないブランドいっぱいあると思いますし、こんなブランドがトレーニングウェア出してたのっていうね発見にもつながるかと思いますので、おすすめある方はぜひ教えていただけますと幸いです。そして今回はねウェアの紹介だったんですけれども、他にもシューズだったり
いろいろねまだ紹介したいアイテムありますので、次はシューズかなについても動画を作っていこうと思います。それ以外にも皆さんトレーニングする上でなんか知りたいこととか疑問に思ってること、不安なことなどありましたら、いつでもコメント、もしくは私のインスタグラムにダイレクトメッセージ送っていただければと思います。皆さんのコメントメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。そして、こちらの私の YouTube チャンネルれんちゃんちも、ありがたいことに登録者1000人超えました。皆様いつもありがとうございます。そしてですね、無事に動画ももうちょっとこうコンスタントに出せるようになってくるかなと思いますので、引き続き皆さんこれからの動画も楽しみにしていただけましたら幸いです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございました。今日は以上でおしまいでございます。こういう時に花ちゃんいないんですよ、もう寝てるから花ちゃんの動画も、また作っていこうと思いますが、最近花ちゃんの動画ねどっちかというとインスタグラムに上げてることが多いので、よかったらインスタグラム、花ちゃんのインスタグラムもありますので、そちらも合わせて見てみてくださいね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。さようなら、バイバイ。